診断がなくても自立訓練、生活訓練は利用できますかって書いてあるんですけど、いや、えー、っとですね、診断がないとだめなはずです。というか、えーっと、障害福祉サービス受給者証というのを、今皆様がお住まい、つまり住民票がある自治体に申請することで、就労移行支援、自立訓練、生活訓練などの、あと今日出てきたのは就労定着支援などの えっと、受給者証というのは発行されます。で、受給者証発行されるには大きく2つ方法があって、1つはまあ障害者手帳を持っていくってことですね。で、もう1個は医師の診断書を持っていくってことになります。で、医師の診断書は、などんな診断書でもいいというか、 例えば、家屋に通うときも発達障害の診断書じゃなくて、うつの診断書とか不安障害の診断書でも何でもいいんですけれども、まあ、受給者証を発行するには、何らかのやっぱり障害福祉サービスを使うので、障害があるというのを証明するお医者さんからのまあ文書を持っていくっていうことになります。ただ、ですねここ自治体によっては、特にお子様向けのサービス、放課後等デイサービスとかだと、 診断をとみなすみたいな。例えば、通級に通っているんですね、とか。じゃあ、あの、受給者証を出しますよ、とか。より広く解釈してくれるところもあるようですと。ですから、まあ、原則は、あの、障害者手帳や診断書を持っていくんだけど、まあ、障害福祉サービス使えますよって言われるんだったら、別にね、その診断がなくても使えるんだったら、それは使っちゃえばいいとは思いますので。まあ、詳しくは、なので、自治体に確認してくださいということになります。 でも原則必要、診断書は必要だと思いますね。